どうも、船子です。ホグワーツレガシー続きやってきます。で、今回はもう一つのね、サブストーリーじゃないわ、メインストーリーだね。で、あるセバスチャンに会いに行くところからですね、もう早速目の前に来てるんで、詰めていこう。前回はね、ここで、なんだろう、インペリをね、覚えるクエストがね、出てきちゃったんで、そっちに行ったんだけど、今回はいよいよメインストーリーの方で、セバススチャクンローンとが興味をかきたてたみたいだね。出会えますよと。大さあ、急ぎで来たよ。何？地下墓地で実陰主際。に起きたことと、おじさんの反応に気を取られてて、でも、あの三枚絵で気づいたことを忘れてた。セバスチャンキスャントバーリースのに続描かきれでてはあるるんのだはな。この景色だ。おお、景す色？ごい。ここをよく知ってるんだね。あの待っ三てる枚絵間にね。周囲を調べたら、近くに廃校を発見したんだ。でも、何らかの信奉者がたくさんいた。やっぱりまあ三枚鉱絵と山だ何からか関な。係あるかな。わからない。でも、ルックウッド城と石ドーラの屋敷のように、それを探してたのかも。どう対処すべきだと思まあやっう？ぱり前回のパートの保管庫的な感じでね、探してるから、その廃校の中でもね、なんか奥まで掘ったりとかしてるんだろうね、きっと。頑固ねえかっつって。確まあ、認はすべきだけど、注意は引かないようにしとりよあえう。わず、かった。ステルス三する枚絵でか、見つ一けた旦ルーね。ン文字もある。何かつながりがあるなら、またルーン文字が見つかるんじゃないかな。確かに、3枚絵はね、ついてく何よ。パート前だったかな？結構前なんだけど、5、6パートぐらい前の話なのかな？きっと。この先にいるよ。前、セバスチャンとこの冒先険にいしたる時ぞ。に、見つけた鉱んす山よにはね。誰も入れるな。入ろうとするなら死3あ枚るの絵。みだ。その、何の苦風心も景知らがずにこ人のを襲う辺り気だ。で、この廃校に集まってますよと、こいつらが。どうしよう、でも。バレるよな、こんなん。バレないの、これ。バレるよね。バまあレ何ないもなさそうね。でよかった。おお、ボンクラがよ。これさ、オッケーオッケーオッケー。もっとこっち来なよ、なら。やっべ、撃っちゃった。手前の地面撃とうと思ったのに撃っちゃった。もうバレてる、俺。これバレてるね。バレてんのかい。なんだよ、もう、しょうがねえな。あっぶねえな、もう。じゃあ、もう、遠慮などないか。れ？バレてない、他の奴らには。ボンクラよ。でも全員来てるな。全員来てるわ。やっちまうか。めんどくせえや、もう。ほーら、来るしょー。よいしょー。呪い巻きたまえよ。危ね、当たんなかった。なぜか。オッケー、呪い巻きたまえよ。危ない。ボンバーダにゴンフリンゴからのディフェンド。強えディフェンドが一番。間違えた。モメンタムしといて。 じゃないのよ。なあ、どんな気持ちよ今。なあ、あと一人しかおらん。ぶね、当たんなかった。なんだろう。そう、ガード邪魔だな、シンプルに。もうしょうがないな。まだいる、まだいるぞ。誰か、誰だ。前か、前一人か。じゃあ俺のゴーフリンゴ、これでいいのかな。ステルスの素の字もねえや。レベルよ。宝箱がありますね。3つ丸、いいぞ。弱い目がねー。烈焼さん強いかもしれない、あの能力は。あとは、あとは、あと何もないか。もうないか。14円か。14円はよしとして、コードの入り口どこだ。もっと奥か。まだ拠点あるの事もか。順調だな。だね。僕たちいいコンビだ。もうそうだいいな。や、まボたコボがコにしようぜ、こいこっつそら。り行くか強行突破の二こんに択。ちは言わこんなにくちても分かっは。てるだまろず奥のお前からだ。よーし、落雷発生からの、あともう一人、あと上のやつ、お前だー。消し飛んでいく。からの来るでしょ。ゴンファンダー、ゴブリンゴー、インペリオンも撃っていく。あれ、まだいたの？いたのかい。アップで。ディフィンド、間違えた。エクスペリオンすべきは話な。パンチしてくる。ナイス、やるじゃん。
やんちゃん、君採用。エクスペリアンス。さよなら。遊びはおしまいだ。うん、おしまいだね。随分荒っぽい遊びだな。お遊びとか言っちゃうもんね。今のはそれなりに楽しかった。いや、アミっていうとやっぱり物がちげえよ、このセバスチャンは。前回のね、パートで出てきたアミっていうはもうこんな最悪だよみたいな言ってたからな。よし、じゃあもういいかな。フォアさんの入り口そこっぽいんで、さっさと行っちまおう。もうこうなったら、ね、中にいる奴らにもバレてると思うんで、わしらのね、大暴れしてるっていう情報は入ってると思うんで、もう全員ボコボコしようぜ。さあ、出てきたやつ全員ねじ伏せるわ。あ、いた。あいつからやな、まず。あ、二人いるわ。よーし。じゃ、とりあえず、とりあえずね、インペルからだよね。で、もう一人はとりあえず、来るっしょー。あ、これさ、ぶっ倒せばさ、落ちてくんじゃない、なんか。あ、落ちてった。ナイスー。これね、なんか、前もあったっぽいけど。事故の報告があって閉鎖されたんだ。なんでか分かったな。ああ静かに崩れ落ちていったというわけで、お墓ってあれか、あれ何、人間かな。あ、でも骨だな。まあ白骨化した人間か。蜘蛛の住処って感じか。どちらかというと、オッケーオッケー、落ちたら死にますよってことがね分かったんで、スッとこう、スッと。でもゴブリンは巣にかかってないね。確かに。雲でさえ手を出すのが不快な連中か。それはちょっとひどいんじゃない、セバスチャン。言い過ぎではな、あ、言い過ぎでは。さすがに俺ゴブリンの友達おるけ、ちょっと怒るけど。おいしょー、どうもこんにちは。あー、僕のやつが一番めんどくさいからおめえがやるでしょうな。よーし、ばらまけ呪いを。いいぞー、これでバラ巻き終わったかな。ボンバーだ、ボンフリンゴ、ディフィンド、エクスペリアンス。これがフルコースってやつっすよ。はい、オッケー。どれだけ南禄の信奉者がいるんだ。あ、以上か。楽勝だったな。すごい風、目的のものがここにあるって確信してるんだ。あ、持てないんだ、ウィギンベルダイク25までしか。へえー、ここに来て初めて限界を知ったわ。ウィゲンベルデアクの含有量。含有量とは言わんか。あんまり。持ち物に対して。こっち行けるな。頭は随分高い。うん。どうする？あ、押したよか？わか、どうした？ダンスしてるな、随分。どうした？すいません。どうした？大丈夫か？大丈夫か？え？離れればいい？壊れちゃった、壊れちゃった。あ、治った。教えてやろうか。あれはね、あの箱を持っていけばいい。おお、またダンスしてる。何このバグは。何、どっちに行くか悩んでんの。こっちに行けばついてくる。ついてこないんだ。面白、なんであいつバグってるんだろう、こんなところで。まあいいか、さっき進もう。宝箱はテストラの像ね。像とか別に、ちょっと待って。何回見ても面白いからやめてもらっていい？そう、その感じで喋らないでもらっていい？なあ。いいか？喋らないでもらっていいか？アクション。で、あれを、急に歩き出すのやめてもらっていい？これも。持っていって、エビオスをして、これで、先進めますよと。はいはい、いつものパターンね。段差登るいつものパターン。びっくりした。ダンシングワープからのダンシング沈み。魔法使いって面白い。だこの世界。雲を見て鳥肌が立つのも当然だ。だな。はい、来いよあいつ。来い、遠い。なあ。おお、ワープした。こいつ、根っから浴びた魔法使い言ってるな。大当たり。大当たり。作るべきだったな。何もなし。何もなしか。随分不景し、比例な、ここ。比例し、深くね？マジで。同じこと2回言ったけど。上がる場所が、あったあったあった。で、道は、レパールで直せばいいのかな？ここもいけるね。宝箱とかあったりするか？あるね。
よいしょ。強いのかい？弱いのかい？弱いのか。まあ弱いよね。なんかもうあれだな、こうやって手に入る装備はなんか全部大体弱いな。ひどい状態だ。でパーロしていくんだけど、なんだっけ、情報がない、自分で鑑定しないと内容が分かんない装備、もうあれくらいしかねないわ。なんだろう、今持ってるやつ強い、今持ってるやつより強い装備って。おお、雲だね。普通に雲だね。え、普通に雲じゃね。エンペルとかやっちゃって、これツイッターだけだけっぽいな。ああ、じゃあ一旦握手をしといて、うん、苦しめるかとりあえずね。ボンバーダーにコンフリンゴにエクスペリアームスと、はい、さっさと片付けるに限るな。うん、別に、うん、ああ結構やられてるねゴブリンたちも、クモに。まあ強いからなクモ。そろそろ俺もリベンジに行ってもいいかもしれないな、こんだけ闇の呪文を覚えたら。コンフリンゴ、なんだっけ、俺が何パート前だこれ、マジで20パートぐらい前になっちゃう、もうもしかして。それくらい前にさ倒せなかったあいつ、あのクモ。ルーモス、どけのけ。わあ、え、この空間意味ある。わあ、上上がれんだ。ちょっと待ちなよ。コンフリート。よしよしよし、これで襲われないかな。オッケー、さすがにこんだけいい場所にあれば。来た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 、多分これは強いぞ。いや、なんかね、ああいうね、ミガクリンのアイテム系、ああいうアイテムはね大体強いのよ、やっぱり能力高いの。お逃げようとしてる、呪いから。ここにも宝箱ありますよと。あ、またコレクションか。コレクションはね、多分部屋に飾るお飾りみたいな感じなんで、別にそんなに、うん、意味はねえかなって感じ。あの、強くはなんねえかなって感じ、自分が。さて、これで、ここは通れないの？通れんじゃーん。宝箱あんじゃーん。弱いんじゃーん。で、この先か。進むべきなのは、雲がいるね。雲だけ？よい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 、戦う系かお前は。よーし、着でしょ。また1匹だけ、1匹だけかい。恐るに足らねえな。ボンバーだ、ボンバーだ。オッケー、ナイスボンバーだ。これで、あ、うん、ゴブリンの声が聞こえるような気がする。確かに。ルーン文字のことはしばらく忘れた方が良さそうだね。セバスチャンどこ行ったってか、こい、遠い。セバスチャン早くついてこいって。なんかあいつ挙動が不安だな。さて到着。あ、上のやつにかけるか。インペリオ、はい、インペリオでガードしてるお前にクルシオだ。もう慣れてたな、クルシオにも。だいぶ、さあさあ、これで呪い全員に巻いたかな。巻いたっぽいね。よしよしよし、巻いたので、うん、これで一人ずつ倒していこうか。よいしょ、ディフィンド行って、お次の相手はエクスペリアームス。危ない、ナイス。ほいほいほい、あぶね、誰か攻撃してきてる。ボンバーダ、コンフリンゴ。あ、いいねいいね、ボンバーダとコンフリンゴは結構周りに攻撃入るね。でこいつか、次は。あぶね、あ、くそ、受けられなかった。ちょっと武器邪魔じゃない？熱くない武器。あ、ちょっとこいつにかけたり。クルシオ、さすがに。よし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 、これで呪いを周りに散布しつつ、今のうちになんか他の元気なやつ。あ、お前だお前だ、お前にインペリオだ。はぁ、仲間になれ。よしよしよし、呪いを巻け、呪いを巻き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 していって。あ、いいねいいねいいね、やるじゃん。いって、あんたの上のやつ許さねえからな、お前許さねえからな。こだいまですね、こうよ。はいはい、ここ、こうこうこうよ。で、あ、君じゃなくて、あ、でも倒してくれてるな。あ、でもこいつこっちの方がいいか、普通に。クルーシオ、オッケー。あとはもう多分この女王雲を倒していけば勝手にね、他のやつらも死んでいくと思うんで、
フルコンボと言うわけよ。はい、完璧だ。いやー、なんで勇敢といえばグリフィンドール。僕たちスリスリの方がよっぽどだ。本当だよな。グリフィンドールのやつらなんか正義を重んじるだけの腰抜けだわ、マジで。コンプリンゴ。染まってるな、発想が。あ、ルーンだ。ここか。ついに来たな。やっとここから古代魔術に関する情報が出てくるか。洞窟のドアの上。うん。ルーンのシンボルだ。でも一個しかないね、シンボル。見つけることができなかった。これ。コンプリンゴ。触れるな。これ上に行け。ああ、上ね。でもあれ上行かなくてもいいよな。これ2個だけ？僕が何したって言うんだよ。1、2、もう1個あるはずなんだよな。3個目あった。で、左の奥はめちゃめちゃ長いよと。ああ、でこいつは短いから、他にいくつかこれが最後なんだよな、きっと。驚かないよ。だから上からまずやって、長い間にやっといて、こうやってこう、邪魔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 邪魌。セバスチャン、タップダンスやめてもらっていい？なんか今日なんかやけにテンション高くない？セバスチャン。高めだな、テンションが。意外だったな。さあ、行くか。踊ってる場合じゃねえからな、マジで。なんだこの部屋、なんかありそう。書籍が残ってるな。視界が水っぽいもやのように揺らめきながら戻ってきた。意識を失っていた人の、うん、お手紙か。黒死病ってなんか結構前の話かな。もう誰の何か全然分かんなかったな。石堂らが書いた日記だよ。よく分かったね、フラメンコくん。石堂らのことは知ってるのか一応。あ、これ向こう側行けるね。まだか。でも一旦何かを見つけてから行くのかな。あ、宝箱ある。何か見つけたかも。キャンバスの絵だ。キャンバスの一部だ。やったね。絵だよ、絵。努力は無駄じゃなかったら。破れてる絵。何してんだセバスチャン、お前。この場所は何かおかしい感じがする。挙動不審じゃない？なんか今日セバスチャンずっと。あ、やっぱ様子を見るって書いてるわ。お前元気か。三万家がキャンバスを見つけるよう導いたんだ。呪われてるか。石ドラモーガナークがここに毒されてるか、何かに。そこら中にいたみたいだな。当てられてるか。でも彼女が地下聖堂とフェルドクロフトの邸宅の地下室を使ってたなら、なぜここを作ったのかな。確かに。しかもどうしてそれをルーン文字と君にしか見えない古代魔術を使って隠すんだ。確かに。石堂らともう一人の守護者パーシバル・ラッカムも、はいはい、古代魔術の宝石が見えてた。ラッカム先生ね。ラッカムさんね。ラッカム、初めて聞く名前だ。記憶のいくつかは彼のものだった。あとね、バカーって人がいるよ、バカーって人が。あの魔法の使い方のことでルックと石堂らと意見が合わなかったみたい。何もかもが不可解だ。石堂らはあれか、三万円のところに持っていく。お父さんのそこに答えがあるかも。オッケー。苦しみをね、取り除こうとして。おかしな場所に違いないけど、なぜか興味を引かれる。ラッカムさんとかにめっちゃ止められた人だね。ここから早くあいつだね。ホグワーツに向かおう。そこから帰れるのかな。地下聖堂に行く別の通路を見つけないと。おっと、見つけました。探してみよう。見つけました。ありました。ありました。あれ、あ、いた。じゃあ行こうか。はい、帰宅帰宅。いよいよこの時が来た、ね。だーって帰ってきて。会うはずだよ。まあ会うはずだよな、この三枚扉に。誰の何だろうな、マジで。キャンバスに描かれてる場所。あ、これ右側か。今置いたの。パッて出てきたけど。それならわかるよ。ついてるね。なんだ、真ん中までなのか。問題発生だ。何？これが今撮ってきた絵だよな。よくハマったな、こんなに綺麗に。なんか、え、瞬間接着剤だと思ったのか。どうやって引っ付けたこれ。何さ。あの海岸なら知ってるぞ。うん。大きな鉱山を中心に乱六が一帯を牛耳ってる。マルワンウィームの被害はひどい。フェルドクロフトくらいな。なるほどね。向かうか。ちょっと待ってくれる。ちょっと準備していくか。これまでずっと乱六に遅れを取ってるでしょ。先手を取れるよう助けてくれそうな人を知ってるんだ。ユグ先生。ああ、口止めされてはいるか一応。ロドゴクが魔法使いと協力してるのはランロクにあんまりバレたらね、良くないって言ってたし、ここはでも黙っとくか。黙っとくか。ランロクの個人的な知り合いだよ。名前は誰にも言わないでって。ゴブリンじゃないよな。ゴブリンです。違うと言ってくれ。ゴブリンです。ゴブリンが妹に呪いをかけたのは知ってるはずだ。いや、でもそのゴブリンとは違うゴブリンじゃん。知ってるけど、ゴブリンはみんな。そうだよ。全てのゴブリンが悪いわけじゃないって。フェルドクロフトを忘れたのか。さっき通った鉱山を思い出せ。いやいやいや、セバスチャン、ロドゴクのこと知らねえからだな、こいつ。あいつめっちゃいいやつやで。聞くもんか。おい、セバスチャン、
考えを整理しないった。自分が何を言ってるか分かってる。落ち着け。落ち着いてよ。落ち着けな。そんなことない。僕は落ち着いてる。あ、いや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 。ダメだ。こいつはもうダメだ。一旦他のやつと協力しよう。こいつはもういけねえや。闇の魔術に奪われてる心を。さて、新しいクエストも出たわけなんですが、今ので終わったのかな、セバスチャンのストーリーは。とりあえずリベラス一旦うぃー、あーっと全然ビビらない。お、次のほうきのアップグレードはさらにすごいものになる。ほうきのアップグレードか、ずいぶんお話が変わるな。でもサブストーリーが出てきたんだったらサブストーリーやってもいいか。メインストーリーをねどんどん進めたい気持ちではあるけど、先が気になるからね。あ、でもどこまでも上、これか、ほうきのクエストは。で、これがまだポピーとお話があるのか。ドラゴンの卵を返した後にどうして急にいなくなったのか。もうこれはだっておばあちゃんだよね、きっと。うん、包丁、地図のマニケと。はい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 。まあ、このストーリーは進めたらもっとゴリゴリ進んできそうだね、お話が。先に行きそう、どんどん。なのでとりあえずあれかな、うん、ここ最近あのドラゴンのねポピーちゃんのお話もやってたし、そのお話の続きを聞きに行こうかな。ずっと終わるかもしれんしな、ワンちゃん、ワンちゃんね。一番近場はここか、動物園の教室行こう。さて到着、今っていう朝焼けか、これはさすがに。よし、いるかポピーちゃん。いた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 、いんねえ。無事でよかった。いや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 、こちらこそ。え、元気？おばあちゃん遊んで。そこにいたんだ。心配したんだよ。うん、心配だな。密漁者がおばあちゃん家に来たんだ。やっぱりそうか。ホーンテールホールで私を見て調べてきたみたい。すげえわかるんだな。おばあちゃんは無事？家系図とか。でもおばあちゃんの、うん、みんなの家が狙われた。卵を探しに来たんだ。無事ではあるんだな。家中ひっくり返してたって言ってた。はい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 。お金で破滅だってわめきながら。あ、命は取られなかったのか。いやー、なんかごめんな、ポピー。ごめん、ポピー。うん。おばあちゃんが無事でよかった。いや、よかったね、無事で。頭が回らなかったね。意外と考えが甘かった。命まで取られなかったな。密漁者を見くびってたよ。どうする？ネタ足にするか。あ、しばいんだ。っていうと、おい。密漁者は収穫が欲しかったみたい。うん、おばあちゃんが珍しい魔法生物を研究してたのを知って、資料を持ち去った。新しい魔法生物に機械が加わると。スミジェットの秘密の生息地に関する情報があったことだよ。なんかそれ。クリッチのクイズの時に聞いた気がする。スニッチの元のやつじゃない、なんかだよね、なんか飛び回るんじゃないってことは。スニジェットってどんな生き物なの。どんな生き物。金色の羽をした小さな鳥だ。はい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 、角度にも翼が曲がるから、スニッチっぽいわ。どの方向にも急ターンできるんだ。なるほど。クイリッチで使われる金のスニッチは、はい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 、このモデルなんだ。昔は本物を飛ばしてたんで。野蛮だよねって。野蛮だよね。ポピーらしいな、動物大好きだからな。密漁者が狙うような生き物なの。あ、でも金の鳥なんてドラゴンよりも大きなお金になる。お金になりそうだな、随分と。金のスニジェットの羽と目玉は目玉とんでもない貴重品なの。目玉だから絶滅に追いやられたんだ。漢方みたいな感じが。よく目がくらんだ魔法使いが狩り尽くしてね。すりつぶして飲むのかな。密漁者に見つかったら無理な繁殖をさせられて、お金のために殺されるに決まってるよ。なるほど。じゃあ居場所教えてもらえたら、具体的な場所が書いてある。助けに行けるか。暗号めいた書き方だったみたい。うんうん、不幸中の幸いだよ。密漁者の頭じゃ多分見つけられないと思う。了解。おばあちゃんの記憶によると、手がかりは月の光の中としか書いてなかったって。月の光、それで何箇所かに絞れるって言ってたけど、全然わかんねえな。密漁者の手から夜に時間を変えればわかるか。はい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 。スニジェットが生き残ってたら密漁者に狙われるって悲しそうだった。ドラゴンを助けた時は、力になってやりたいけどね。向こうも油断してて楽だった。確かに。でも今回は警戒してるよね。味方が欲しいね。そうだね。密漁者を憎んでて生き物を大切にしてる人がいたら。それだよ、あなた天才。ケンタウルス。あの人たちならスニジェットのために立ち上がってくれる。話通じるかな。相談しに行かないとね。あいつら、ただアプローチ、そんな私利私欲のために警戒されるなだよね。それでも、いけるかな。唯一の希望かもしれない。ちょっと考えてみる。了解。計画を思いついたらすぐ知らせる。はい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 。またじゃあこれあれか、うんうんうん、ポピーちゃんその後を知って、ポピーちゃんから
お次のね作戦が、あれもうどっか行ってるやん。はいや、ポピーちゃん、え、あ、あれか、歩くの。はいや、またあれかな、次のポピーちゃんから連絡が来るまで待っておけと、こういうことかな。よしよしよし、じゃあまあ今回は時間もちょうどいいかな、うん、気がするんで、じゃポピーちゃんとお別れしましょうか。次回は、まあ、すぐにはねこのお話の続きは来ないと思うんで、ほうきのサブストーリーやって多分時間が余るから、メインストーリーの冒頭を見るって感じでやっていこうか。じゃあ今回ここまで、また次回お願いします。ありがとうございました。Thank you.